短気なゼロは妖精からの情報入手を失敗、スリーを探して引き続き森の国をさまようことになる。だがその森には恐ろしい力を持った使徒が待ち受けていた。もう結局森の神殿を徒歩で探さなきゃいけなくなっちゃったじゃないか。うるさい。君は黙って歩けばいいんだ。私は君の頭の方が不思議だよ。
面倒くさすぎてため息ついただけだ。Thank you.
私にお任せください。宇宙隊とも結婚されてない。私はやりたいです。いや、あんたの場合鞭打たれ桁をされるからこそ頑張れるんじゃない。皆殺しにしろ。したいだけなのに。そう焦らなくてもいいですよ。後でじっくり食べる方が絶対楽しいって。通りたいのか？僕は別にそんなことは。君にはこの穴は小さすぎて無理だよ。
悪いノリですね。ビビるなよ、お子ちゃま。ビビってないよ、ビビってないよ。うわっ、あちょっとゼロやめてよ、あいつ今ちびったよ絶対。ゼロが脅かすからだよ、僕悪くないよ、悪くないよ。何に反応してるんだよおじさん。次から次へと、動物ふれあいパークかここは。まあまあ焦らない焦らない。
名はオクタ。森に住みし歌姫ツリー様の使徒。そっちから来てくれるとはありがたいね。クソ妖精のせいでこっちはイライラしてるんだ。ゆっくり楽しませてくれよ、じいさん。強大なる我の力を見せる場でもなく。降参でございます。降参でございます。仲間にしていただきたく思い馳せ参じました。よかったよ、仲間になってくれるんだったら戦わなくて済むよ。そういうことでございます。はい。お仲間に入れてくださり感謝いたしますぞ。忠誠の証としてどうぞお納めください。では参りましょうか。